皆さんストレートアイロン入れるときにこのまままっすぐ入れてませんか？これだと少し老けて見えちゃうんです。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、5歳若く見えるアイロンのスタイリング方法についてご紹介します。皆さん普通にねストレートアイロン入れるときにまっすぐ入れてませんか？そうするとね、なんかカールもなくピンとした感じで逆に老けて見えがちなんです。今日やるスタイリング方法は同じように入れるんですけど、少し入れ方を変えるだけで自然な内巻きのスタイリングになります。なのでいつもスタイリングしてね、何か物足りないなっていう方に関してはぜひこの方法を試してみてください。それでは動画をどうぞ。はい、ということでじゃあ早速アイロン入れていきます。まず髪の毛をね、分けるところからなんですけれども、だいたいまあサイドの髪の毛だったらだいたい半分ぐらいですよね。8ラインで下と上で分けてタッカルで留めておきます。でアイロンを入れる、まあ、毛束ですね、まあ、多くてもこのぐらい4センチぐらいの幅で取っていただいて、しっかりと溶かしていきます。結構ねこの面が整うってすごく重要なので、しっかりと溶かすようにしておいてください。アイロンを入れていくんですけど、大体ねこのままさーっと入れる方がほとんどかなと思います。それだとね少しこう不自然になったりとか、やっぱりちょっとね老けて見えてしまう可能性があるので、アイロンを入れる時のポイントです。まず中間あたりぐらいから軽く挟んで、そのまま上に引っ張っていきます。で抜いてあげるとちょっと内巻きにカールが入ります。こうすることによって同じねアイロンの入れる工程なんですけど、上に入れることによって自然なカールのストレートスタイルが作れます。後ろのブロックも同様に一回ね溶かしてアイロンを入れたら少し上に引っ張りながら抜いていく。でこの時ねあんまりこう強く挟みすぎてもちょっと髪の毛ダメージ傷んでしまうので、優しくしっかりとね髪の毛が噛んでいるかっていうのを確認しながらやってあげると自然に内巻きに入ります。次にこのね鉢植えの部分ですね、ここも溶かして、この時もね自分でやられる時は結構ね大変かもしれないですけど、こう挟んでちょっと上にこう引っ張るような感じでやってあげる。そうすることによってね表面も自然に内巻きに入ります。で全体的にねこの根元の部分もふわっとしやすくなるので、なるべくこう上に持ち上げながらアイロンを通していく。これだけでね全然形が違います。じゃあ次、前髪がある方に関しても同様に溶かしてあげて、そのままねまっすぐ入れるのではなくてアイロンを挟んだら少し上に向かってアイロンを通す。そうすることによって自然な内巻きになります。はい、これが全体にアイロンを入れてみた感じです。自然にこう内巻きに入ってるのが分かりますかね。ただアイロンを上に上げるだけでこんな感じにカールができます。前髪も同様に上に上げると自然な丸みになります。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。ただ単純にねこう上に上げるだけで綺麗な内巻きになります。気をつけていただきたいポイントは、あまりね毛束を多く取りすぎてしまうと逆にねアイロンの跡がついてしまったりとか、カールが綺麗に出ない可能性がありますので、幅はね多くても4センチぐらい、厚さもね同じぐらいの幅で取ってあげると、綺麗になります。ぜひ皆さんやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。